はい、こんにちは、116インズです。今日はノーラン・アレナドのトレードの話も出るなどビッグニュースが出た日ですけれども、あちらのトレードについてはもう少し詳細が分かり次第動画にしたいなと思っているんですが、その裏でフィリーズが昨年ソフトバンクでプレイしていたマット・ムーアと1年総額300万ドルの契約で合意したと今日報道されました。ムーアの契約に関してはまだ正式発表はされていないんですが、健康面に問題がなければおそらくこのまま正式発表されるのではないかと考えられます。ムーアは昨年ソフトバンクでプレイし、13試合で防御率 2.65 と結果も残した選手なんですが、ただ数日前にソフトバンク退団という話が出まして、そこから割とすぐに MLB 復帰が決まりましたね。1年で MLB 復帰となり、ソフトバンクのファンの方にとっては残念なニュースかもしれませんが、日本での経験も生かして MLB でも同じような活躍に期待したいですね。ムーアはかつてはトッププロスペクト、それも超がつくほどのトッププロスペクトでして、2012年開幕前の MLB.com のプロスペクトランキングでは球界ナンバーワンの逸材として非常に将来を嘱望されていた左腕です。このプロスペクトランキングを見てみますと、1位がムーアで、2位がブライス・ハーパー、そして3位がマイク・トラウトと、現在 MLB で活躍しているスーパースター2人を抑えて1位になっているわけですから、その当時のムーアの期待値の高さがここからもわかるかなと思います。力のある速球は90マイル中盤から90マイル後半に届き、また変化球もカーブとチェンジアップは平均以上のものを持っていましたので、レイズのエースのみならず球界の左のエースになりうるポテンシャルを秘めているとも言われていましたので、ムーアに対する期待値は当時非常に高くなっていました。そしてムーアはその期待値が間違っていないことを証明します。2011年の9月に MLB デビューを果たすと、この年レギュラーシーズン3試合に登板して9回3分の1を3失点、三振はなんと15個も奪い、潜在能力の高さを遺憾なく発揮しました。この圧倒的なパフォーマンスを見たレイズの首脳陣は、なんと彼をこの年の ALDS の第一戦に先発させるんですが、ムーアはこの試合7回無失点と圧巻の投球を見せ、チームを勝利に導きます。この2011年のパフォーマンスでレイズのフロントはムーアの今後の活躍を確信したのか、彼と5年総額1400万ドルの契約を早々に結び、実際にムーアも翌2012年は31試合で防御率 3.81、 そしてメジャー3年目となった2013年には27先発で17勝を挙げるなど、オールスターにも選出され順調に成長していきました。ただムーアのキャリアの歯車が狂い始めたのが2014年で、開幕2投目のロイヤルズ戦の5回に投球中に左肘の痛みを訴えまして、この試合緊急降板すると、ムーアの怪我はトミー・ジョン手術が必要な大怪我であることが後に判明し、2014年の残りのシーズンを全休することとなってしまいました。で、2015年に復帰することはできたんですけれども、ただかつてのような球速がなかなか戻ってこず、プロスペクト時代やまた MLB デビューした頃のムーアといえば、90マイル後半の力のある速球で相手バッターを圧倒する投球スタイルで十分通用していたんですけれども、ただトミー・ジョン手術を受けた時期あたりからその球速がかなり落ち込んでしまって、なかなか力だけで相手を抑えるのが難しくなってしまいました。2017年にはリーグワーストの15敗、防御率も 5.52 と振るわず、2018年のレンジャーズでも防御率6点台と結果を残せず、次第に MLB での立場を失ってしまいます。で、こちらが実際のムーアのフォーシームの平均球速の推移となっています。デビューした直後の2011年、それから怪我で早々に離脱してしまった2014年と2019年はサンプルが少ないという問題はあると思うんですけれども、ただデビューした直後は平均 96.2 マイルを記録していた選手が、トミー・ジョン手術を受ける2014年頃には平均球速が92マイルを下回るようになってしまって、でそこから少し回復の兆候は見られましたが、それでもかつてのような90マイル台後半をバンバン投げるようなピッチングは未だ戻ってきていません。トミー・ジョン手術からの復帰後のムーアの不調に関しては球速低下だけが問題だとは思いませんが、ただこれが大きな要因であることは間違いないのかなと考えています。今や多くの選手が当たり前のようにトミー・ジョン手術を受け、で私たちも選手たちが元の状態で当たり前のように戻ってくることを考えていますけれども、このムーアのような例を見ますと、それが決して当たり前のものではないことを痛感しますね。球速低下に対する打開策も見つからず、特に2017年以降のムーアの状態を考えますと、 MLB 契約はほぼ望めず、よくてもマイナー契約しかもらえない状況だったムーアですが、昨年1年総額350万ドルでソフトバンク入りを決断します。昨年のオフの時点のムーアに関しては MLB 契約はほぼ期待できず、ましてや350万ドルなんてお金は到底期待できないような状態でしたので、破格の好待遇での日本球界入りだったのかなと考えています。
当時ムーアが日本に来ると聞いた時には本当に驚きましたね。あのトッププロスペクトもついに日本に来る時代かというふうにも思いましたが、ソフトバンク入りしたムーアは左ふくらはぎを痛め2ヶ月ほど離脱した時期がありましたけれども、13試合で6勝、防御率も 2.65 とチームが期待した通りのパフォーマンスを見せ、また球速に関しても10月16日の楽天戦で最速154キロを記録するなど、ピッチングを見た限り状態は非常に良いんじゃないのかなと思いましたね。また特にいいなと感じたのが、78回で89奪三振とイニング数以上の奪三振を記録したというところですよね。かつてムーアがトッププロスペクトと呼ばれていた頃のような圧倒的なピッチングができていたと思いますし、なかなか平均球速が上がる MLB に戻ったら日本ほど球速面で優位には立てないとは思うんですけれども、もしこの日本で見せたようなピッチングが MLB に戻ってからも部分的にできるようであれば、エースとまでは言いませんが、まあ、先発ローテーションの4番手5番手としてはなかなか面白い存在になるんじゃないのかなと個人的に期待しているところです。ということで MLB に戻るムーアの活躍にも期待したいところですけれども、今回契約を結んだフィリーズ側のメリットに関しても考えていきたいなと思います。まずフィリーズにとって今回貴重な先発左腕を確保することができましたね。フィリーズの現在の先発ローテーション、あるいは先発ローテーション候補の選手は全員右ピッチャーとなっていますので、まあ、そこに左ピッチャーを1人加えることができたのは非常に良かったんじゃないのかなと思いました。また年俸も300万ドルとかなり安いので、仮にムーアが活躍しなかったとしても300万ドルですからほぼノーリスクと言ってもいいんじゃないでしょうか。ただ300万ドルの選手にしては昨年 NPB で活躍したことも考えますと、少し当たる確率の高いギャンブルとも言ってもいいかなと思いましたね。もちろんそんな当たるかどうかもわからない NPB戻りの選手に対して投資をするのではなくて、 FA 市場に残っている左の先発投手を獲得すればいいじゃないかという声もあると思うんですけれども、ただ今残っている選手でムーアと同じ期待値を300万ドルでゲットできるかと言われると、まあ、それは多分難しいと思うんですよね。こちらが現在 FA の左の主要なピッチャーとなるんですけれども、ハメルズやパクストに関しては到底300万ドルで獲得することは不可能ですし、アンダーソンだったら、まあ、トータルのパフォーマンスで言えば今のムーアと同じぐらいの期待値の選手かなと思うんですけれども、アンダーソンに関しては500万ドル、600万ドルぐらいはしてくると思いますので、ムーアの金額ではやっぱり難しいと。あとはカルロス・ロドンという選択肢もあると思いますが、ロドンに関しては正直ムーア以上に計算できないと思いますので、ここもなかなか難しいんじゃないのかなと思いました。なのでフィリーズのムーアという選択は実はそんなに悪くないんじゃないのかなと私自身思っていまして、あとは昨年イニングを結構消化しているという点もチームにとってはプラスだったのかなと思いました。いやいやムーア2ヶ月も離脱しているじゃないかとツッコミを入れたくなる気持ちもわかるんですけれども、ただ昨年の MLB は60試合しかそもそもシーズンをやっていませんので、健康なピッチャーであっても60イニング70イニングぐらいしか昨年投げていないんですよね。でムーアの昨年の78回という投球回は昨年のフィリーズの投手陣の誰よりもイニングを消化していますし、これについては来季ローテーションを争うメンバーに関しても同じことが言えます。先発ローテーションの柱であるアーロン・ノラー、それからザック・ウィーラーについては昨年71イニング程度しか投げていませんし、3番手のザック・エフリーに関しては59回、ムーアと共にローテーションの枠を争うことになるビンス・ベラスケズやそれからスペンサー・ハワードについてはそれ以下の投球回となっています。来季は今のところ162試合のシーズンを行うのではないかと言われていますが、そうなると当然前年と比べますとピッチャーの負担というものが非常に増しますし、怪我というところも心配されます。誰が抜けてもおかしくはない来季において、昨年ある程度イニングを消化したムーアがローテーションに加わるのはフィリーズにとっても心強いのではないでしょうか。今回のムーアの MLB 復帰に関してはフィリーズとしても非常に期待しての契約だと思うんですが、 MLB 復帰のお手本のような例になるといいですよね。最近ですと特に先発投手ではマイルズ・マイコラスの例が非常に良い例だと思うんですけれども、マイコラスと同じように NPB を経由して MLB で再び活躍できればいいなと思いますし、ムーアがそういう例になれば今後も NPB で再起を図る外国人選手が増えてくると思いますので、ぜひ来季のムーアには頑張ってほしいなと思っております。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、 MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。